ラウンドが終わりまして、はい、練習場にやってまいりました、はい、ここにいる上田支配人は、はい、なんとツアーも出ているプロです。おー、支配人にプロにレッスンも出ちゃってすごいです、うん、まあ、プログラムは何でもできるんですよ、大体ゴルフのことに関してはね、はい、さらっと言いましたけどね、うん、さらっと言いましたけどね、なかなかできない。実は太平洋のアプリに、うん、上田博さんのワンポイントレッスンっていう、こうアプリの項目がありましてですね、はい、それをぜひみんなにも受けてもらいたいということで、ちょっとワンポイントラウンド後に。正直僕はね、自分で勝手にこういう風なものを練習しましょうねって言って、うん、個人的にはやってないんですよ。皆さん向けにやって、個人的に欲しいのは今日初めてです。おラッキーですね。やったー、ラッキーですね。ラッキーですね。お願いします。すごい、よろしくお願いします。じゅんちゃんの悩みは何ですか？ちょっと今アイアンがちょっとスライス、うん、ちょっと出ちゃって、はいはい、結構距離が落ちちゃう時が多いですね、はい。いいスイング、うん、いいスイング、お、はい、はい、いきます。すごいいいショット。してることないもん、あれ練習だと打てちゃったな。でもやっぱこう、あの右に曲がるのはね、あんまり気にされることはなくて、うん、打ちたいところよりも右に行くのが実は問題があって、うん、あ、で、右に打ちたいところの右に曲がる人って当たるときにフェースが開いて当たる、開いて当たるっていうのが原因で、このまま打ったらまっすぐ振っても右に行くっていうのは分かるでしょ、うん、そしたらみんな左に振るんですよ、うん、だってまともに当たったら右に行くの分かってるから、はい、右行かないようにこう左振るから、うん、特にカットに振る。当たるときにちゃんとまっすぐ当たるようにクラブを持ってしまえば済むことなんで、じゃあちょっとかぶせればいい。かぶせて持ってば、うん、そう、それで、あの、簡単に治ると思います、うん、普通にやってください。お、お、右に行かないよ。本当だ、距離出るでしょ。 おすごい、距離も出てる。ほんとほんと、あれ治りました。すごいワンポイント。クラブの握るのをこうちょっとかぶせてね、フェースを、あの道具を使って打つ、はい、あの、まあ、ゲームというか、あのそういうものなので、うん、道具うまく使えばいいんですよ。なるほど。みんなね、自分の責任にしすぎて、で手でこうひっくり返してとかいろいろやりすぎて結局強く振れなくなっちゃうし、うん、あの愛ちゃんね、あの、うん、愛ちゃんすごいかぶってる。うん、あのそういうところはカメラで映さないので、スイングばっかり映すけど、構えた時に結構クラブかぶってるんです。あのプロでもそういう選手結構いるんで、遠慮なくかぶせてかぶせてください。普通に振れば、そうで、左行くんだったらちょっと戻せばいいし。なるほど、そしたら自分はあまり変えなくていいし、あの結構思い切って力強く振れるじゃないですか。今手作業が多いと結局クラブって強く振れないんですよ。今スイングとてもいいんで、はい、すごい。逆に変化させないでもらいたいぐらい。あ、このままでクラブの持ち方とか変えて、そしたらね、あんないいかも出るね、はい、持つとね、はい、簡単に終わっちゃいました。ありがとうございます。とってもいいスイングしてます。すごい。これはショートアイアンですね。そうなんです。アプローチなんですけど、はい、グリーン周りでカツンってしちゃったり、はい、ゴロッとしちゃったりするので、はい、安定性がないんです。あ、はい、これもモバイルアプリについ先日、はい、練習不足の人用のアプローチの準備の仕方っていうのを、まあ、流れてるかどうか分かりませんが、出ます。はい、でその時に、出したのはやっぱり素振りが大事で、横演習なしにその、まあ、他の球技もそうだけど、はい、やっぱりボール打ったりとかしないんですよ。でいかに正確にその地面スレスレにクラブ振れるかっていうのを素振りしてみましょう。うん、あ、今だったら、ね、ちゃんと当たるでしょ。今でもアプローチじゃないですね、うん、今ショットですね。すぐそこを打つぐらいに振ってみましょう。じゃあ今度これ、これ一つね、覚えててもらったらいいのは、習字で G 書くときに、大きい G 書くときって腕長く持つでしょ、はい、ちっちゃい G 書くときって腕短く持たないですか。あ、持ちますちっちゃいとこを打つんだから、短く持った方がコントロールしやすいんです。そしたらスタンスも狭くなるし、コントロールしやすくなるので、ぜひ、大きく振れないですよね、そこまでちっちゃくためたら。
あ、そう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 。ええ、そうそう。それを、あの、振って、戻して、振って、戻して、3回ぐらいやってみましょう。振って、戻して、振って、戻して、もう一回。そう。そしたら、あとそこにボールがあるといいですよね。で、こっちに打ってみましょう。で、あと、どこ打つのかよく見て、はい。お、うまい。ちゃんと当たるじゃないですか。なんてことないよ。あの、ね、やっぱりあの道具をうまく使うっていうことと、ちっちゃく打つんであればちっちゃく構えないといけない。それを大きく構えて加減しようと思ったら難しいので、それやってます。ぜひそれはね、覚えちゃったら。あの、素振り結構大事なので。今の素振りいいんじゃないですか。3回連続素振りだね。ふわっと上げたい、はい、52度でふわっと上げたい、はい、52度で上げる。上げるのね。でもすごいインサイドな人だから本当に上がんないんですよ。ああ、でもいろんなことよくご存知なんですね。長年やってるだけで、はいはい、でも上がんないんです。なんと気持ちは。はい。状況によっては、うん、あのふわっと上げるときにすごく難しいんですよ。うん、で、何が難しいかというと。うん、まあ、今ね、もうあの5月、6月ぐらいになると、うん、あの芝生に厚みが出てくるので、これからもっともっと優しくなるんですけど、うん、冬の間とか、ボールと芝生薄いんで、地面との間に隙間がないんです。うん、だから、綺麗に入れないと、うん、あのボールをちゃんとヒットできない。ふわっと開けるショットはね、最後の最後に置いといた方がいい。あ、そうですか。うん、普通にピシッと打ってって。ピンが近い時とか、はい、すごい上げたいのに、はい、大体そこでドンと落ちて、あーみたいな。あの、大体ね、ふわっと打とうと思ったらね、ほとんどの方は弱くなっちゃう。あ、うん、だからピンが手前で、手前に乗っけようと思ったら、こんな難しいことはなくて、ね、うん、ふわっと上げるときはね、ピンの向こう側に乗っけるつもりで打たないと。あ、なるほどね。うん、やっぱりあくまでも、そうよくショートする。そう、保険をかけてゴルフをしないと、うん、ゴルフって、その、プロでもそうなんだけど、そんなにいつもいつもいいショットばっかりできるわけじゃなくて、うん、ちょっと、あの、自分の心配事を少しでも削除してあげると心配事が減るからいいショットしやすくなるんだけど、ショートしたらどうしようって、トップしたらどうしよう、だったらどうしようと思ってたら、はーってやりますよね。で、それが、あ、まあ、そう、ギリギリじゃなくて、あ、まあ、ちょっと安心を持ってそのピンの向こう側に乗ればいいやと思って、ちょっと大きめに打ってあげるだけで結果は良くなると思うし、心配事がなくなるから、ぜひね、そっちだけで、今あの打ってる姿見たら全く問題ないし、ね。あ、そうですか。はい、あの、心の準備だけ。気持ちだけですね。みやこさんもどっか大きめのところにイメージ持ってるんですか。そう、だから、あの1個、2個、まあその先、まあ、ちょっと下ったところ。そうそう、10メーターぐらいのところにね。うん、そのぐらいが結構ね、難しいんですよ。ハーダ振ってるし。そう、だから今なんかもね、球上げようとしてこうしゃくるから、ね、これ、うん、これやっちゃう。あの、大事なのはね、クラブがこれだけロフトあるんだから、うん、逆に今と同じ構えで低く打とうと思ってみてください。そうですよね。低く打とうと思ってもらったら、そう、上がるんじゃない？そう、もうなんでこれができない？そう、だからどうしても気持ちが球上げたいから上げようってして、うん、ダフったり、ね、トップしたりっていうことをするんで、低く低く、うん、そう、もう低く打てないクラブだから、そう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 、ね、そしたらクラブも滑るし、はい、あの、ぜひ、ね、あの、とても、あの、しっかりしたスイングしてるので、ありがとうございます。ありがとうございます。気持ちが大事なんですよ。メンタルです。メンタルですね。ドライバーです。ドライバー両方出る、両方出る、こっちもこっちも出る、うん、はい、まあ、ちょっと一回、ね、あ、いいスイング、はい、ただ、本当に暴れる。あ、すごい。パワフルですね。あ、すごい飛ぶんですよ。ね、このティーだと、でも、このティーだと低くしか出るイメージがないんですけど、どうしたらいいですか。まあ、ティー高くするのは、あの、コースの中では高くすればいいと思うし、これなんでティー低いかというと、飛び出るのを嫌がってるっていうね。なるほど。そう、ちょっと飛ぶ人はね、まあ、そうだよね、駐車場に弾出るんで、それを一応警戒するために低くしたりします。はい、スイングとてもいいので、だってあそこ200だよ、ね、ローテーションのタイミングが、はい、結構手首使うんですよ、私、うん、それがなんか結構遅れるともうこうだし、入りすぎるともうこうだし、はい、今ね、ローテーションっていうその言葉を言われたんだけど、これもう皆さん覚えてもらってもらったらいいと思うんだけど、スイングの時間って 0. 何秒、その中でローテーション
っくり返すとかっていうのを考えて間に合うわけがないの。考えだ、うん、だから大事なのはねちょっとじゃあドルよりこの T に構えて、はい、ちょっとスピード上げて振ってみてください。もっとスピード上げて、もっと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 ピャーンと振れない、えピャーンってピャーンと振れないもう結構限界ですね、うん、まあ、じゃあ最後に、うん、OK、 今のことちょっとね、はい、考えた、考えてない、それが実は一番大事、これですか、その感じで、やっぱ大会の時、ね、試合の時ぐらい最高にスピード上げたんだけど、はい、8割ぐらいです、もう体はね、十分動くようになってるから、おいいねいやだからあの考えてないです、手のローテーションとか、ね、そう、考えてたら あんなに触れないんですよ、だから減速することばっかり考えてる、こうやって下ろして、こうやってピンポクして、こうやって振ってて、もう減速するばっかりで、今みたいにビャーンと振ったらクラブ振れちゃうから、ご自身の持ってるベストスイングってどんなスイングなのって言ったら、一番スピードが出るスイングがベストスイングなんですよ、はい、なのにみんな形ばっかり整えてスピード出ないのって、当たらない、曲がる、飛ばない、これを皆さん目指しているのが現実、後半ずっとそれだった、ね、だけど今振ってもらったみたいに、あの気持ちよく振っちゃって、あとはそこから少し減速すれば当たる確率上がるん でそしたらミート率も上がる、で球も飛ぶ、今ほぼ 120% で振ってもらって、で8割でって言ってもやっぱり 100% ぐらい振れちゃうんですよ、はいはい、うん、そしたらあのそれでいいんじゃないですか、いや、みんなね考えすぎてスイングをね作ろうと思って、あのバックスイングこうやって上げて、でそこに上がらないんですよ実際、はい、うん、だったらバカ気にしてるトップとか、そうね、トップ気にしても自分の思い通りに上がらない、それをあえて自分で作って、そこからまた作ってバックダウンスイングして、で作ってインパクトしてたら本当に当たらないし、クラブを蛇行するし、ただ気持ちよくバックスイングで右に動いて左に動くっていうことだけ、あの考えておけば、もう一回やってみよう、ちょっと待って、なんかすごい今ね気持ちが楽になってます、うん、すごいいいスピード持ってるし、そうそうそう、あとはもうどん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 、あの大事なのは振ろうと思った時にねちょっと力んじゃう、それとスピードを出すのと紙一重なので、その辺はちょっと自分でね確認しなきゃいけないので、それだけ覚えておいてもらったらいいと思います、言ってたら素振りは 100% か 120% で振ってもいいけど、打つ時は8割、逆ですね、うん、素振りは超ゆっくりやって、打つ時にフッってなる、そうだってね、あの横位置になってないから素振りが、さっきもね、あの連続に振ってもらったのがあるでしょ、うん、でそれと同じでやっぱり横演習してあげないと、ゆっくり振ってて今ね、おっしゃるようにできない、打とうと思ったら、うんうん、タイミング合わないですから、合わない、だったら最初から振っとけばいいじゃないって、打つ時に同じだけのスピードを出しても多分タイミング合うので、ぜひ、ありがとうございました、すごいね、いい選手してるしね、はい、確かに減速してるわ、うん、はい、今日はありがとうございました、どうもありがとうございました、します、そうですね、ぜひ楽しんでやってもらえればと思います、はいはい、お疲れ様でした、楽しいコースでした、楽しいコースでした、ありがとうございます、楽しかった、すごい戦略性が、美味しかったでしょ、はい、美味しかったです、ありがとうございます、最高です、ありがとうございます、トコギじゃんけんでコンビニを決めます、はい、おトコギじゃんけん、じゃんけんぽい、あ、勝った勝った、こっちになります、喜んじゃダメだよ、一人で悔しい、何にしてもゴチになります、ゴチだな、ゴチになります、いっぱいゴチになります、最後までご視聴いただきありがとうございました、他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください、コメントと高評価もよろしくお願いします。